皆さんこんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしておりますさてさて今日の雑学のコーナーです今日の雑学はランニングマシーンはもともと健康器具ではなかったという話ですじゃあ何だったんでしょうか実はスキーとかにもなんかねあの同じような話聞きますけどはい、拷問の道具だったんです 走らせるという拷問を与えるために作られたものだったんですそれがですねいきなり健康器具ではなくて医療器具になりましたはい私も心臓をドックに受けた時に走らされましたはいどんどん角度が少しずつ上がっていってどの角度までいったら心拍数がどれぐらいになるのかみたいな 検査を行って、動脈硬化がないかとか、心臓に問題はないかといったような検査を行いました。そう。医療器具にありました。その後、健康器具ということで、フィットネスに用いられるようになったということなので、ありますというか、そうらしいです。はい。面白いですね。拷問器具から健康器具へ。おお、すごい変化ですね。作りは全く同じなのに。はい。 ということで、今回の雑学は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。